危険なアルバイト。どんな視点で、どんな価値観を持って、どんなアルバイトを危険かということが変わってきます。心理的負担がやばいかもしれない仕事を見てみましょう。なお、人の考え方、感じ方は様々なので、ここで紹介する仕事が当てはまらないかもしれません。危険なアルバイトという言葉から、肉体的な危険を連想される人も多いかもしれません。しかし、アルバイトの中には、肉体的な危険よりも精神的な負担が非常に大きいものが存在します。例えば、コールセンターの仕事です。理由は、クライアントからのクレームや怒声に常にさらされるからです。決められた時間内に多くの電話に対応しなければならず、精神的なプレッシャーが大きいです。また、個人情報を取り扱うため、情報漏洩に対する責任感が常に伴います。次は、介護職です。理由は、利用者の生死に関わる責任の重さに加え、精神的なケアも求められるからです。身体的な負担も大きく、長時間同じ姿勢でいることも多いのも特徴です。また、利用者や家族からのクレーム、職場の人間関係など、様々なストレスにさらされます。他に、夜間警備員も挙げられるでしょう。理由は、単独で勤務することが多く、孤独感が強いです。常に周囲に気を配らなければならず、緊張感が途切れません。また、不審な人物や事件に遭遇する可能性があり、精神的なショックを受けることもあります。派遣社員も挙げてもいいかもしれません。理由は、派遣先での人間関係が不安定で、常に新しい環境に適応しなければなりません。正社員と比べて雇用が不安定で、将来に対する不安が大きいです。派遣元と派遣先の間に挟まれ、板挟みになることもあります。仕事先に飲食店を選択する人も多いでしょう。客からのクレームや理不尽な要求に耐えなければならないところがあります。長時間の立ち仕事や深夜勤務など、身体的な負担も大きいです。人手不足で長時間労働になることも多く、プライベートの時間も確保しにくいです。では、心理的負担を軽減するためにはどうすればいいでしょう。これらの仕事は社会にとって必要不可欠な仕事であり、やりがいも大きいですが、同時に大きなストレスも伴います。もしもこれらの仕事に就くことを検討している人は、以下の点に注意して、自身の心身の状態と相談しながら決断することが大切です。それに、職場環境として、職場の人間関係や上司のサポート体制などを事前に確認することも重要です。労働条件もしっかり確認しましょう。労働時間、休憩時間、休日など、労働条件がしっかりと守られているかを確認する。また、ストレスをため込まないためのストレス対処法を身につけることです。また、相談できる相手を確認しましょう。悩みを相談できる上司や同僚、カウンセラーなどがいるかを確認します。ただし、ここでの情報は一般的な傾向であり、すべての職場や個人に当てはまるわけではありません。あくまでも一つの参考として、ご自身の状況に合わせて判断してください。仮に仕事で強いストレスを感じている場合は、一人で抱え込まずに信頼できる人に相談したり、専門機関に相談することも検討しましょう。